안녕하세요. 코츠코츠 다노시무 한국어 히마와리 데스. 한국어의 발음 일곱 번째 시간입니다. 오늘은 니은 첨가에 대해서 알아볼게요. 한글의 받침의와 나나츠노 하츠온가 아리마스요네. 교배교수르 니은텐가와 고세이고야 하세이고니 오키르 하츠온데스가 마에노 단고노 사이고노 모지니 받침가 아떼 소노 아토노 단고니 야요요유이가 쿠르토 니은가 텐가 사레 하츠온와 냐뇨뇨뉴 니니 나리마스. それでは単語で練習します。頭痛薬、頭痛薬。これを一塊で読むときに、頭痛、痛の下にバッチムがあって、その後に母音、やが来ているので、にんが転化され、発音は頭痛薬、頭痛薬になります。次の単語は視聴液、視聴よ。これを一塊で読むときは、視聴、聴の下にパチムがあって、その後に母音、よが来ているので、にんが転化され、発音は視聴よ、視聴よになります。次の単語は地下鉄駅、地下鉄駅、地下鉄、鉄路下にバチムがあって、その後に母音、よが来たので、にんが転化され、地下鉄よになります。しかし、バチムににるが来る場合は、流音化によって、にんはにるに変わりますね。それで発音は地下鉄よ、地下鉄よになります。次の単語は日本料理、日本料理。これを一塊で言うときは、日本、本の下にパチムがあって、その後に母音、よが来たので、にんが転化され、発音は、日本料理、日本料理になります。次の単語は、韓国料理、韓国料理。韓国、軍の下にパチムがあって、その後に母音、よが来たので、にんが転化され、韓国、料理になりますが、韓国、空の下にパチン、K が来たので、美音化によってもう一度変わります。それで発音は、韓国、料理、韓国、料理になります。次の単語は、16、16。심노도코로니바치무가아떼소노아토니보잉유가기타노데니은가텐카사레십뉴니나리마스시카시니은노마에노모지니바침피가기타노데비용가니요때모이치도가와리마스소레데하츠온와십뉴십뉴니나리마스次の単語は家の中の仕事、家事ですね。地番、いる。地番。案の下にパチムがあって、その後に母音、いが来たので、にんが転化され、地番にる。地番にるになります。次の単語は花びら、꽃잎,
꽃の下に받침があって、その後に母音이가来たので、니은が転化され、꽃にになります。しかし、꽃の下に받침が T なので、鼻音化によってもう一度変わります。それで発音は、꽃に、꽃にになります。次の単語は、何の仕事、何事、무슨일、무슨、寸の下に받침があって、その後に母音、이가来たので、니은が転化され、무슨일、무슨일。次の単語は、食べる量、먹는양、먹는、는の下に받침があって、その後に母音、야が来てるので、니은が転化され、発音は、먹는양、먹는양。次は、例外の単語もあります。一緒に読んでみましょう。あにゃ、はにゃ、금요일、첫인상、몇인분。次は、レブで練習します。日本料理は何が一番有名ですか？일본요리는뭐가가장유명해요？일본요리는뭐가가장유명해요？少し寒いですが、毛布잊지마이ください。좀추운데담요한장주세요。좀추운데담요한장주세요。병원에何の仕事をされますか？병원에서무슨일하세요？병원에서무슨일하세요？아따마가이따이ですが、頭痛薬がありますか？머리가아픈데두통약있어요？머리가아픈데두통약있어요？ KTX 와도노에기대노리ますか？ KTX 는어느역에서타나요？서울에기야용산에기대노떼구다사이。서울역이나용산역에서타세요。서울역이나용산역에서타세요。みなさん、次の単語の発音を書きましょう。한여름、무슨요일、그럼요、기쁜일、나뭇잎、볼일、서울역、색연필、추석연휴、못잊다。그럼다음영상에서만나요。그럼오늘은여기까지。다음시간에또만나요。チャンネル登録といいねを。잘부탁해요。안녕。